はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は2022年3月12日 JR 高崎線の大宮駅に来ております。現在高崎線はですね、自転車が線路に置かれていたということで運転を見合わせております。自転車が線路ってことですけど、まあ、多分投げ込まれたんだと思います。8番線には8時24分大幅遅れ、高崎線の普通電車高崎行きが停車をしております。そしてやっとですね、この犯人が捕まったというニュースが流れましたので、こちら皆さんにお知らせいたします。先月ですね、2022年3月12日に発生した JR 高崎線での線路に自転車を放置した事件、これの男が逮捕されましたので、そのニュースをお伝えいたします。 JR 高崎線を止めた24歳の男逮捕。朝の線路に自転車を放置、電車が衝突、防カメで特定、覚えていない。なんだ防カメ、防犯カメラですかね、という形で、上尾市のニュースになります。埼玉県上尾市内の線路上に3月自転車が放置され、列車に衝突した時点、列車に衝突した事件、なんか日本語変ですね、列車が衝突した事件で、上尾署は7日電気車往来危機の疑いで上尾市の無職の男24歳を逮捕した。酒に酔っていて覚えていないと容疑を否認しているということですけど、まあ防カメ、多分防犯カメラのことに映ってるんで、まあ容疑否認しててもやってるのは間違いないでしょうね。逮捕容疑は3月12日午前8時ごろ、上尾市西宮下ですかね、2丁目の JR 高崎線下り線の線路内に自転車を放置して15両編成の列車と衝突させ、往来を妨害した疑い、乗客乗員に怪我はなかったということです。同署によると防犯カメラの映像などから男を特定した。自転車は線路上に倒れていたことなどから男が持ち込んで置いたとみて調べているということです。JR 高崎線、この日ですね、自分大宮駅にいたんですけれども、ダイヤ改正のあれ当日かな、当日ですよね、ダイヤ改正当日ですね。で、朝日光線の E131 系とかに乗車したんですけど、その帰りに八高線経由で、高崎線に、違うか、川越線経由かな、八高線とか川越線経由で、そうだ思い出した、で、高崎線に乗ろうとしたら、高崎線が止まっていましたと。で、なんで止まってんだと、またなんとか事故かなとか、信号トラブルかなとか、車両故障かなとか思ったんですけど、なんと自転車がぶつかったっていうことで、うわこれはもう意図的だなという感じでした。その時の映像ございますね。東京経由高崎行き、上野東京ライン高崎線直通の表示が出ておりますので、おそらく東海道線から直通してきた電車だと思います。8時20数分からずっとこの大宮駅に停車をしているようです。車内放送では10時運転再開の放送がたびたび流れております。もともとはですね、発生時刻から1時間ぐらいで運転再開する予定だったみたいなんですけど、これ自転車が車両に巻き込まれてブレーキが損傷しているってことで、かなり時間がかかっているそうです。その巻き込まれてるっていうのは車輪の下に巻き込まれてるそうで、列車をこう持ち上げる作業が必要とのことで、それによって運転再開に時間が相当かかっているということです。まあ、この映像は高崎線のお話なんですけれども、常磐線でもここ最近同じようなことが起きました。模倣犯の仕業でなければいいんですけどね、まあ、でも迷惑なんで本当にやめてほしいなと。
というところです。宇都宮線は、時刻通りの運転を行っておりました。結構この日ですねダイヤ乱れましたね、まあ、やっぱり2時間近く列車止まるとダイヤ戻すの大変ですので、東海道線は東京で折り返ししますし、高崎線も上野止まりにしますし、まあ、上野駅でのホームのやり取りで宇都宮線も多少遅れが出たりもしましたので、まあ、影響はかなり大きかったと思います。このように広い範囲を走る高崎線では影響がかなり大きく残ってしまいます。ということで本日は高崎線自転車投げ込みの事件、解決ということでニュースをお知らせいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to saving you again.